松潤さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。今回はですね、松潤さんの動画のこの分析をしていこうかと思いますよね。まあ動画の数はまだ決して多いとは言いませんけども、今ね十数本あると思うんですよ。この十数本の中でも分析はできるんですよね。で、私から見えていくところと、松潤さんのチャンネル、これ内部を見るアナリティクスっていうのがあるんですけども、こちらの方とね、本当は見れればいいんですけども、現在のところ私は松潤さんのチャンネルを外から見ることしかできません。ですけどね、きちんと評価ができますのでお任せください。それでは見てみようかと思います。画面をちょっと切り替えていきますね。はい、このね、ピアノ弾き語りでサプライズプロポーズ専用チャンネルということで、ちょっと長めのタイトルになってますんで、このタイトルをね、なんとかコンパクトにするか、こちらの上の画像ですよね、水がちょっと弾いてる画像がありますけど、これもちょっと工夫しなければならないと思いますが、アップロードした動画見てみますよ。YouTube で音楽活動を始めますっていうのが30回で視聴回数一番多いですよね。うん、その後ちょっとね、タイトルと内容がいまいち分かりにくいのと、サムネイル画像が、まあ、工夫されてないというかね、裏にグリーンの布があって松潤さんの顔があるっていうことなんで、これは初めての方はクリックする気はあんまりないかなと思います。初めての方が検索なりね、他の方法で来て再生しようと思うには、やっぱりね、松潤さんのポジションが見る必要があります。だから何者なのかってことですよ。で、後半は見えますよね。ピアノがあって、いい感じのバッグがあって、で、松潤さんついには帽子までかぶっちゃってるというね。で、鍵盤が映ってるところで、あ、ピアノを弾く動画なんだなってことが分かりやすいです。これはすごくいいと思いますよね。で、あとはね、再生回数ですけども、1桁のものと2桁のもの、もしくは2桁になりやすそうなものっていうふうに、今の時点では比べるしかないですけども、ここを見るにね、どうですかね、ピアノ弾き語りで歌ってみたの、尾崎豊の I Love You、川島英吾さん、ピアノ弾き語りダンスホール、この辺、10回を超えてますよね。こうしてみると、やっぱりね、タイトルタグっていうものの効果と、サムネイルってものの効果と、松潤さんがね、何者なのかってことが分かりやすいっていうことが、キーポイントだと思うんですよ。しかもこれはね、チャンネル登録にも結びつくと思うんですよね。なぜなら、松潤さんが出てくる動画、そのたんびに、まあ、ピアノを弾いてるってことが、これで分かるわけなんですよね。まあ、ですんでね、例えば、なんですかね、ダイエットに成功したい人が松潤さんのサムネイルを見たときに、間違って見るってことはないですよね。うん、だから間違って見たときに人はチャンネル登録はまあこれしないんですよ。でも、期待した通りの動画だと思ったら、これはチャンネル登録が起きる可能性がありますんでね。まあ、ですんで、これからも松潤さんがビジネスをね、やっていこうと思ったときに、この、全然属性の違う人がチャンネル登録してもらってもしょうがないんで、今の流れでいくとですね、ピアノ、それから弾き語り、モテたい、この3つのポイントを持っている人が松潤さんのファンになると思います。まあ、ですので、ここまでで、まあ、最初のスタートライン、地盤はできたなと思いますので、あと次のフェーズっていうのは、取っ手出しを量産できること、それから編集したきちんとしたね、オフィシャルな動画がたまにあること、まずこの2つじゃないかなと思うんですよ。その上で松潤さん以外の人を登場させてみる、例えばね、私と一緒でもいいですけども、ズーム対談をしてみるとかね、YouTube をやってきてどうだったかとか、それまでの音楽活動はどうだったのかなってことで、インタビューをするっていうのはどうですかね。私が松潤さんと2人でね、インタビューするところを、例えば速稼塾の塾生さんに来てもらうみたいなことをすると、再生回数も上がると思いますし、チャンネル登録も促せると思うんですよ。まあこれはね、松潤さんが速稼塾に参加してからにしましょうということになりますんで、12月になると思いますけども、いかがですかね、その私と松潤さんの、ズーム対談を、これね、目標に活動するまで、とりあえずそこを目指してみるっていうのはいかがでしょうか。はい、ということでね、分析しているうちに松潤さんへの提案が一つできましたので、松潤さんとね、ズーム対談、ピアノにかける思いとか、そういうふうなね、お気持ちとかをインタビューしたいと思うんですよ。これ事前にインタビューする項目を事前通告しますので、それに基づいてね、答えを考えていただければいいかなと思いますし、もちろんフリートークもあります。それをですね、まあ、第1回目の松潤さんの速稼塾の活動としてやるのはいかがでしょうかということで、本日は以上です。ご返信いただければ幸いです。